ポートランドのアウトレット、お店は結構寂しい感じだったんですけど、2つだけ見た中でコーチとそれからナイキですね。この2つは、差額の取れるモデルが見つかる感じです。ただ今ねアマゾンはそういうこういうブランドものを売るのに非常に厳しくなってるんで、個別で売らなきゃいけないと。で日本にね、輸入というか輸出というか、まあ、アメリカで買って日本で売るパターンだと、まあ、輸送品質の問題があって、まあ、ちょっと厳しいと、ね、自分でショップを持ってる人ならいいんですけどね、そんな感じで、まあ、簡単ではないですけど、まあ、アウトレット来るとですねやっぱ差額のある商品は見つけられるなという感じでした。まあ、ただね郊外のアウトレットまで来て、アマゾンで売れないものを探すのか、アマゾンで売れるものをネットで探すのか、アマゾンで売れるものをネットで探した方が効率いいかなというところです。今のところそんな感じで、まあ、今後も他のアウトレットも行きますし、ガレージセールね見かけたら寄ってみますし、それからフリーマーケットも行くんで引き続き、調査しています。以上テンバーアカデミー堀秀夫でした。